こんにちは、 TK です。今回の動画では中村天風さんの講演をまとめた名著成功の実現をご紹介します。本書では座談の名手として定評のあった中村天風さんの録音テープ71巻の中から積極的な人生成功の哲学の全貌がまとめられております。天風さんの人物像については過去の動画にて解説していますから、今回はですね、解説は割愛します。また今回の動画は本書の聴解動画のパート4ですので、より理解を深めたい方はぜひパート1の動画からご視聴ください。今回の動画では神経調節に焦点を当てたお話を展開していきます。非常に重要度が高いお話ですので、ぜひご覧になってください。では解説に移ります。神経調節が人生を好転させる。神経反射を適当に調節するということを心がけないで生きていくと、現代のような摩擦と刺激の多い時代に生きるとき、命を完全に運営するのに必要な神経系統の生活機能のボルテージが、いわゆるストレスの刺激でぐーっと下がっちまう。原動力が出てくる一番大事な要素が働きを鈍らせたならば、それはもう哀れ、散々たる状態になるのは当たり前です。神経反射の調節を怠る生き方をしていくと、神経過敏という恐るべき価値のない人生がそこに生まれ出すんです。ところが、現代の人々は神経過敏という人生がどれだけ恐ろしいものであるかを知りませんわ。知らないよりも考えませんわ。右見ても左見ても神経過敏が人間本来の姿のような状態で毎日を目まぐるしく生活しているものだから、何もそこに反省を促されるものがありませんから、人間というのはみんなこういうもんだと思い込んじゃっている。したがって神経過敏がどれだけ恐ろしいものであるかを現実にその心がキャッチしていないから、何にも恐ろしいとは思っていないんですよ。はい、天風さんは神経過敏は実に恐ろしいものであると講演の中で何度も何度も説かれていたようですね。この主張はおっしゃる通りだと僕は思いますし、共感していただけた方も多いと思います。何に対しても神経質になっていたり、さまざまな不安を抱えたりしている時間って何をしていても楽しくないですし、何に対してもベストを尽くせないですよね。そして特に恐ろしいのは再反射作用だと天風さんは言います。再反射作用とは目の前の事象を過大に受け取ってしまうことを意味しています。例えば5とか10というレベルの感覚が生じたにもかかわらず、神経が過敏になっているとそれを100とか200といった大げさな受け取り方をしてしまうということです。そしてその悪影響がさらに負の感情として現れるので、神経が過敏になっている人はちょっとした出来事で心身が一気に弱くなってしまうのです。この話をする際に天風さんは血液の話もされていました。血液は基本的に弱アルカリ性に保たれています。この場合菌が体に入ってきたとしても跳ね返すことができるんですね。ただ神経過敏によって血液が酸性化してしまうと、さまざまな不調が表面化して菌を跳ね返せないようになります。以上の話をさらに天風さんは展開させてですね、なんと糖尿病も神経過敏が主な原因だと考えていたようです。糖尿病は食べ過ぎが原因で発症するものというイメージですが、根本的な原因はそこじゃないというのが天風さんの主張です。まあこれはちょっと真似はしないでほしいんですけど、天風さんは糖尿病を患っていたある少年に菓子を食っても大丈夫だぞと教えていました。ただ少年も医者に菓子を食うなと言われていますから、当然その提案を否定します。ただ天風さんも大丈夫だから食べろとさらに断言していきます。最終的には菓子を食べた少年ですが、まあ特に病状は悪化しなかったようです。
糖質の摂取が糖尿病の一要因であることは疑いようがないですが、それ以上に天風さんは神経過敏によって肝臓の機能がしっかりと働かないことの方が主要な原因になると考えていたようです。肝臓機能の働きで糖尿病になるか否かが左右されるという発想は僕としては納得感があります。欧米人は日本人に比べて肝臓が大きいがゆえに、日本人に比べてインスリンの分泌能力が高いと言われています。したがって欧米人は日本人に比べて糖尿病になりにくいんですね。まあ、ちょっと話がそれましたが、ポイントはそもそもの体の強さの方が大事だということです。そしてその体の強さは神経状態によって大きく左右されるものでもあるので、神経過敏になるなよと天風さんは言っていたわけです。なぜ僕たちは肉体ばかりに目を向けるのか。心の状態が肉体の状態を左右するという主張、そこそこの納得感を持って聞けたかなと思います。ただ世間は基本的に何か不調が生じた際、肉体の調査に奮闘しますよね。それはなぜかというと、良くも悪くも科学が発達しているからです。長年の研究によって体の不調を肉体を検査することによって見出せるようになったり、有効となる薬が開発されたりしています。その結果として救われた人も大勢います。ただ精神的なアプローチからの助けも必要な人がいるのですが、そういった人は救われにくい傾向があると言えるでしょう。なぜなら精神的なことは目に見えず対処が難しいからです。肉体的な不調って目に見えるので他人からでも確認できますよね。加えて肉体的な施術も目に見えるアプローチですから、方法が確立されやすいです。したがって医学は肉体的な方面からのアプローチが多く確立されてきました。まあこれは当然といえば当然ですし、これが悪いというわけではありません。ただ精神的な部分をないがしろにしてもいいというわけではないので、僕たちはしっかりと精神的な部分にも目を向ける必要があります。また精神的な部分は肉体的なこと以上に自分自身で気を使う必要があるでしょう。なぜなら精神的な部分は他人から見えにくいからです。精神的な部分の研究もたくさんあるはあるのですが、肉体的なことに比べればまだまだ未発達と言えます。精神的な事柄はデータ化が極めて難しいと言えますから、一人一人が一生をかけて向き合っていく必要性が高いんですね。まだまだ不明確な点は多いものの、天風さんはある2つの手法にて神経過敏を取り除けると主張されていました。いずれの手法も科学的に正しさが実証されているわけではありませんが、実践するのは簡単ですし、デメリットも特にないのでやってみる価値はあります。ではまず一つ目の手法から見ていきましょう。クンバハカを日々実践せよ。一つ目の手法がクンバハカです。これは天風さんの教えの中でも数少ない具体的な体の動きに特化したものですので、ぜひ押さえてほしいと思います。このクンバハカはネガティブな感情が湧き起こった際に有効なものです。ネガティブな感情が湧き起こったら、まず肛門を締めます。次にお腹に力を入れます。次に肩の力を抜きます。はい、この一連の流れをクンバハカと表現しています。繰り返すと、肛門を締める、お腹に力を入れる、肩の力を抜く、この3つの動作を同時に行うことで、ネガティブな感情を感じたとしても、それが神経系統に悪影響を及ばさなくなるんだと天風さんは言います。このクンバハカはインドの修行にて悟ったようですね。インドでの厳しい修行を乗り越えるには、それ相応の心身が必要となります。心身を強く保つための手法を1年と7ヶ月模索し続けて、先ほど説明したやり方を見出したようですね。このクンバハカの良い点は、いつどこでも行えることです。仕事中でも寝る時でもやろうと思えばやれますから、
思い出すたびにやることを天風さんは推奨しています。また肛門を締めることはダイエット効果や姿勢改善の効果があるとも言われていまして、ダイレクトに肉体的なことへの効果もあります。今回は神経への効果を踏まえてクンバハカを推奨していますが、他の効果も抑えておくことで続けるモチベーションになると思いますので、ぜひそれらも意識しつつ実践していきましょう。鏡を使った自己暗示。2つ目の手法が鏡を使った自己暗示です。これはフランスの心理学者リンドラーに直接教わった方法となります。実際に教えてもらった手法はちょっと違うようなのですが、天風さんは工夫を凝らし、より効果的な手法へとブラッシュアップされました。ネガティブな事象が発生した際に、まず鏡を見ます。そして自分の顔を見つめながら、そんなの心配ない、怒らないと自己暗示すると神経過敏を防げるようです。なかなかちょっとスピリチュアルっぽい印象を受けたんですけど、まあ簡単にできますし、一人ならやってみても恥ずかしくないですから、試してみる価値はあるかなと思います。加えて寝る前に鏡に向かって、お前信念強くなるということも効果的なようです。はい、クンバハカに比べてスピリチュアルっぽいので若干の抵抗はありますが、あなたはどういう印象を受けましたか？まあこっそりやれば何のデメリットもないですから、思い出すたびにやってみようかなと僕は思いました。はい、今回の動画は以上となります。クンバハカと鏡を使った自己暗示によって神経過敏を防げるという話を展開しましたが、いかがだったでしょうか？ちなみに先に紹介したクンバハカは定期的に実践しています。科学的にメリットが説明できる手法ですし、さらにどこでも簡単に行えるのもいいです。次回もですね、本書の中から力強い教えをご紹介していきますので、楽しみにしていてください。また今回紹介した内容は本書のすべてではありません。より深い内容に触れたい方はぜひ本書を手に取って読んでみてください。では以上となります。ご視聴ありがとうございました。